札幌刑務所にはおよそ740人の受刑者がいて、更生を目的に野菜や日用品、家具などを作る刑務作業を行っています。質の良いものが安い価格で販売される人気のイベントで、例年1万人以上が訪れています。一日所長を務める俳優の寺島進さんも家具などの出来具合を確かめていました。面とかも受刑者がしっかりブラインダーでやってるんで、本当ですね。日本人の作業は丁寧ですね。強制展は午後3時まで行われます。